政府ウェブサイトを一元化へ、うん、目的別で検索しやすく省庁縦割りだと、産経新聞が伝えています、はい、国民が知りたい情報に簡単にアクセスできるように政府がウェブサイトを一元化する方向で検討していることが19日分かった、うんはい、現在は各省庁が独自に作成しているウェブサイトを見直し、一元化したサイトから目的別に知りたい情報が得られるようなサイトの構築を目指す、うん、菅政権は行政のデジタル化や縦割り行政の打破を推し進めており、政府のウェブサイトもこうした観点から大幅に刷新するということなんですね、はい、で現状ですね、なんか調べようと思っても、うんうん、調べらんないんですよ。まずその省庁を当てなきゃいけないから、ね、そうなんですよ。で省庁ごとに、うん、今コロナじゃん、はい、助成金とかも確かに、うん、分散されてるのね、はい、こっちの予算こっちの予算こっちの予算こっちは計算しようかなとか、あそうそうそう、うん、だから省庁ごとに助成金とかそういうその特別給付金とかね、うん、なんかそういうのにの類を当てなきゃいけないから、はい、これ大変だと思うんだけど、これまあ確かに一元管理でね、うん、うちに当たるのはこういうお金もらえるんじゃないかなって、うん、こういう融資がもらえるっていう案内があるって分かれば、うん、これはすごいいいですよ、ね、そうですね、はい、まあ、今だったら Google とかでなんか目的で調べて、うん、でなんかいろんなサイト出てくるので、うん、そこからこうしらみつぶしに探していくしかないっていう、そうそうそう、ところもありますけど、まあ、これ一元化してくれたら検索も楽になるからね。だからある社長が文化庁に助成金を、うん、文化庁が出してる助成金をしてたから申し込んだのって、うん、で書類もめちゃくちゃあってうるさかったんだけど、過去の実績出してくれっていうから、うん、イベントのリンクをつけて送ってあるんだけど、はい、でパンフレットくれって言われたのって、はい、でだから今年はコロナで無観客だから、うん、リンクしかないんだと。で実績としてこういうイベントやったって写真とかあるし、はい、こういう形で何時間ぐらいこうでこれぐらいアクセスされたってあるんだから、うん、それをやってんのにパンフレットじゃないとダメですって言って、うん、いやだから無観客だからって話をしてんのにそれが結局なんだかんだだから、いやとりあえずパンフレットくれって、パンフレットじゃあ作ってくださいって言われたから捏造パンフレット出したスクショダメっていう、ウェブサイトのスクショがダメでパンフを出さなきゃいけないっていう、どんこわ、まあこういうのがだんだんね役所ももうちょっとマシになってくれればいいなっていう、結局捏造させられたというスクショダメって、だからまあ朝日新聞もそういう原点があったのかもしれないですね、うん、仕方なく捏造したっていう、そうそうそう、いやそれはないかな、うん、まあ、なんか時代の要請に応えてやるしかなかったっていう、そうそうそう、でもあるのかもしれないですね、はいはい、いやこれはもう早くやってほしいですね、はいはい、まあ、そういうねデジタル化でね、うん、どんどん便利にしてほしいなっていうね、うん、これはまあ確かに菅さん今いろんな意味でね、うん、進めてるんでこれ評価できるというふうに思いますけどね、うん、ただやっぱデジタル化って反発も多いじゃないですか、はい、今のデジタル教科書の話題が、うん、確かにね、ニュースになってますけど、紙と iPad でやるかどうかとかね、うん、なんか一元化には反対とか、ね、デジタル教科書だから総論は賛成だけど、うん、格論で反対みたいな、まあ、紙の教科書は僕はあった方がいいかなっていう、うん、だから iPad 使うのは、うん、そういう授業あった方がいいと思うけれども、うん、僕パソコンとかのせいで、はい、変換は分かるんだけど、はい、漢字書けなくなってる、ね、あ確かにめちゃ急速に書けなくなるんだよね。なんか例えばこういうメモ帳とかで、うん、ちょっとメモ帳そう急速に書けなくなってる事実を最近分かっちゃって、そうですよね、だから、うん、検索というかそのパソコンで書いてると、うん、イメージはあるじゃないですか、そうだから探せるからね、探せるからこれでいいんだけど、書くときにあれ陰謀論の棒ってどの棒だっけなって、そうそう、なんか本当何編だったかなって分からなくなるんですね。なんか書いたんだけど、うん、これなんか違うと、なんか違う、これ何か足りねえとか、うん、そういう字があるんで、ね、これなんか足りねえと、ここ右上に点いるんだったかな、そうありますよね、なんか足りねえぞこれってうん、弊社とか、うん、これなんか分かってるんだけど、ね、分かってる、ちょっと微妙に難しい文字とかって平気で書けなくなっていくよ危ない危ない、そうなんです、だからたまに手書きをして、うん、って思うんですけど、うん、で逆に今もう手書きすると効率悪いわけですよ、うん、悪いね、例えば、うん、メモしてて、うん、あれそういえばこの漢字なんだっけって言って、うん、スマホを取り出すわけじゃないですか、うんうん、そうそう、スマホ取り出してあこの漢字だってやってる時間が無駄なんですよねスマホでええやんスマホでええやんってわかる、いや本当だから、いやだから子供の時は書くしかないから、うん、やっぱ中学ぐらいまでは本とノートは絶対いると思うんで、はい、で確かに iPad とかは、
写真でね、うん、見るとか、うん、映像を見るとかもすごくいいから、うん、それはそれで併用して入れたらいいと思うけれども、うん、やっぱ本を読むっていう紙をでやるっていうのは絶対重要だと僕は思う。確かに思う。あの、うん、そうですね、まあ、僕もあの、まあ、教科書じゃないですけど、うん、電子書籍読んでて、うん、やっぱりなんとなく残るのは、うん、確かに紙かもしれないですね。あ、だから僕電子書籍でいいなと思った本は、うん、あの本でも買うからね。お、買い直ししておこうっていうか、はい、なんかあの読み直そうと。確かにそうですね、うん、あ、そういう本ありますね。そう、うん、だから、頭に入れときたいなっていう時は紙にしようっていう風になるから、うん、だから紙でこう持っていくと、うん、折れたりする時もあるわけじゃないですか。あ、そうそうそう、移動の時に、うん、あれがちょっと残念っちゃ残念ですよ。あ、汚れとか俺はあんまり気にしないタイプなんだけど、自分としてはね、僕はね、なるべくこう綺麗に持っていたいっていう、うん、はい、あ、なるほど、うん、全然そこは大丈夫なんだけどで、あと本って、うん、あれこう無限に増えていくじゃないですか。無限に増えていく、あれが困りますよね。あれは困るよ、うん、本当に今日も10箱ぐらいブックオフ行きましたよ、はい、年末の、はい、あ、そうなんですか。はい、なんかここのやつですか。そう、そこにあったやつ。そう、10箱ここかなり本ありますからね。いや、もうまだ 2、30箱は処分しないといけないんですけどね、はい、和田さんのこの事務所の中には、はい、渡辺翔一コーナーがありますからね。 あ、 あります、はい、もう本棚全部 それみたいな。渡辺翔一さん、そうそうそう、ありますよ、はい、本棚一つ結構でかいやつがそうそうそう、全部それみたいなのがありますからね、うん、はい、はい、それぐらいのものがあるんで、はい、なかなかすごいですよ、はい、うん、モンザボードに来てみてくださいとは言えないんですけど。ああ、それ来るなよ本見てきました、ね、そう図書館じゃねえんだから。そう、はい、そうですね、やっぱ漫画とかはね、はい、電子書籍がいいなと思いますし、うん、はい、僕もあの超大作を最近また読み始めまして、はい、静かなるドンを読み始めましてマジかあれめちゃくちゃ面白いですね。僕も多分7巻とかその辺ぐらいまでしか。本当ですか。読んでないんじゃないかな。いや、静かなるドンは、うん、僕ぜひあの奥山さんにも勧めたいですね。出た、ダメだって奥山さんに勧めて仕事を妨害する。いやいや、まだいろいろ抱えてるから仕事はい、彼は。そう、静かなるドンは、うん、あれ108巻まであるんですよ。え、マジで108巻そんなあったの。そんなマジで。実は108巻まであるんですよ。はいはいはい。だからそうなんだ。僕今47巻まで来たんですけど。うお、すごいね。ちょっと続き50巻以降まだ買ってないので、うん、ちょっと買おうかどうしようかっていう。なるほど。え、紙で言ってるの。いや、あの電子書籍で。電子書籍、ね、はい、電子書籍だとまあへでもないよね、うん、あのスペースの問題とか。そうなんですよ。データの問題ですかね。漫画ってもうスペースの問題でやられちゃうじゃない、うん、あの僕もゴルゴ13持ってた時期もあるけど100巻持ってた時あったけどね。本当ですか。 あれも今何巻まであるんですか。200巻ぐらいあるんですか。会社に持ってきて、はい、読みたいってやつがいたから、うん、会社に持ってきて、はい、そしたらスタッフがみんな持って帰ってズタズタになってなくなった、うん、ひでズタズタにズタズタになって なくなった。なんでズタズタになるんですか。そう11巻がないとか誰ががめたか分かんないっていう状態になってズタズタになって消えてなくなったっていう。いや、ひどいな、はい、まあコチカメとゴルゴっていうのは、うん、もう床屋の必須商品ですからね。そうあれない床屋は床屋じゃないですね、うん、そうそう、もうどっちか絶対ありますもんね。こち亀とゴルゴは途中切れててもまあいいんですよ、はい、まあ大丈夫なんですよ、まあ、1話で読みますから、ね、問題一番問題になったのが、はい、三国志ですよ三国志もうちの事務所に置いてて学生が持ってってズタズタになりましただからなんでズタズタになるの。2、3冊持って帰って戻さないやついるんでそうズタズタになりましたそれそいいところで 2、3巻抜けてると、そうあれもう赤壁の戦い終わってるんじゃないか。そう、もう大事なシーンがもう全然もう大事なシーンがそっから進めないじゃんそうもう3巻見なかったら、はい、この人誰だったかなってありますからね。そう油断してたら関羽死んでるとか、ね、そういうになっちゃうからね本当にはいありますね。いやもう本当やばい。いやあれこそ電子書籍になってくんないかなと思うんですけどね。あれね、確かにあれなってないんだ、はい、あれはなってほしいですね。非常に残念です。